さて、じゃあ、まあやりましょうか。音楽つけんと。これ毎回この表示出るんだけど。で、スキンは読み込まれません。やるぞ。どうしようかな。村整備しようかな。村スタートだな。昨日のあの人き、あれ、権限切ってんの切ったかな？危ねえ、権限切ってない、大丈夫かな？ちょっとなんか異変あったら言って、多分大丈夫だと思うけど。最近私もログイン最初エラーになり、一度では入れないです。ああ、スイッチよね。やっぱスイッチなんかちょっとあれだよね、調子悪いよね。昼間に関しては大丈夫でした。あ、そっかそっか、昼間入ってんのか。じゃあ大体大丈夫か。昨日だいぶ、でもだいぶ整った感はあるね。もうちょい整えたいところではある。だいぶ地味になるよな、この。マングローブはでも早く見つけたいよな。じゃあ俺旅出てこようか。ちょっとマングローブを探す旅に出てこようか。なんか動きがないしな。いや、村整えたいけど、さすがにちょっといろいろやっとった方がいいかも。あ、コンパス了解。ちょっと所帯地見る。あれ、俺コンパスなかったっけ。あれ、コンパスあったよね。2枚目のマップが作れます。コンパス手元にない。なんかどっかで拾ったような気がしたよね。あ、鉄持って帰ろう。土持って帰るか。ちょっとこっちいらないな。種と花。あれ、道具置いとこう。で、向こうで作ろう。
こっちか。あれだな、ボート何個か作って船着き場みたいに船着き場を作った方がいいな。あとあれでいいけど、ボート何個か作ろう。いちいち出すのめんどいわ。これどうだっけ、こっち方面か。の知らないな。あれ？なんか最後直線、向こうから来た場合に直線があるのか。でこっちかな。まだ覚えれんな、なんか。村から拠点に向かうときは多分そんなに迷わずに行けそうな気がするけど。これ何でもないのかな。なんか白くない？これ砂？砂か。石か。はい、なんか昨日チェストからゲットして、なんかゲットしたような気がしたよね。でもなんか今持ってなかったよ。多分持ってたらあん中に入れてるか手元にあるはず。他拠点に入れたとかじゃないよね。入れてなければ拾った気がしたけどね。拾った覚えはあるんだけどね。松明作りながらで集めて今日使ってしまいました。ああ全然いい。青い残響さんいらっしゃい。まあ、鉄とレッドストーンあるので作れます。うん、向こうからこっちに戻ってくるのは楽なんだけど、向こうにこっちから向こうに行くときまだ迷うな。やっぱちょっと遠いね、地上からだと。早くネザー整備したいところではある。ネザーで直線だったら、まあ、まあ割と近いのかな。めんどくさい距離よね、これね。もうちょい、もうちょい。この先かな。もうちょい向こうか。79、もうそこ、あ、あの松明だ。
ゴリザワさん、こんにちは。私はしばらく直樹さんの画面見てます。人もやりすぎて疲れたかな。地下への階段も整備してます。はい、ちょっと待って。入っていいですかは、また入力して入ってもらうことにはなるけど、下までちゃんと埋まってるね。うん、あ、書いてある。穴に水入れて完成。あ、そういうことね。あ、ゴリザワさんは入るなら、あれ出すけど、なんけ、招待コード、結構下まで行かんといけない。あ、この辺、これね、グラマでしょ。階段をずっとつけてくれたんだな。で、この辺もグラマイチョウと。これ結構やったね。金がある。私バケツ持ってました。ああ、まあまあ別にすぐ使わんからいいよ。招待コードなんですか。あ、入るなら出すよ。ちょっと待って。下はダイヤ狙いです。了解です。一旦上がろう。あ、そうか。あ、でもなんかいろいろ、あ、でそこに地図のあれやるってことね。大文字の P の小文字の V17BGNY 大文字の E T-PVC7BGNYE。 はい、だいぶ整理されてる。これ入れとくね。土持って帰ってきちゃった。よく作ってた、あれもまた作ろうか。あれまだホッパーがいるんか。自動的に木炭が入ってくるやつ。それじゃあ旅出てこようかな。食料いただいていくわ。鉄が持ってほしいですね。うん。鉄。あと農作物ができてきたら交易を始めようかなと思う。農作物収穫しよう。
一回全部取るね。だいぶ育ってきたね、畑も。ジャガイモもあったんだ。はい、嬉しいです。だいぶ育ってきてる。あ、どうしようかな。そこ、こっち小麦とりあえず集中させようか。人参とジャガイモを植えました。うん。あの、なんだっけ、豚が。この中に収穫してんの入れてんの。畑とか久々だな。とりあえずそこにも植えとこうか。せっかくだったら。割とすぐ手狭になりそうな感じをするね。動物が畑を荒らすんです。柵いるかな。そうなの。あと行商人ドラマ畑荒らします。荒らすっていうのはどういうこと。なんかあれ、これって設定どうなってる。一回入った人は普通に権限、普通、あ、もう一回普通になるのか。そうです、もっと作らないと。うん、どうしよっかな。蹴散らして畑ではなくなります。あ、じゃあちょっと鉄、何、あ、バケツあるじゃん。
え、あったよ。バケツはルー、どうしようかな。鉄何から作ったらいいかな。バケツあったよ。あったね。何がいるっけ。今ちょっと勘違いしてましたね。うん、まあ装備系はあれか。あとコンパス作りたいって言ってたね。レッドストーンある。コンパス作っとこうか。まあ鉄もすぐ手に入ろう。これなんだっけ、地図作るのにいるの。でもと、もう作っとくわ。作っとくわ。で、ブラマイ城も完成したことだしな。いい、いい。地図ね。あと3個入れるね。あ、お風呂入ってます。参加したいですわ。招待コード書いてある。で、ちょっとこのまま置いとくのもちょっと、なんかあれだから、ちょっとコンパスにするね。うん。貴重品を、貴重品をちょっとコンパスにしとくわ。はい、そうです。大丈夫です。チェストに地図あります。あ、これな。まあ、鉄とかなんかそういうのいる場合は、この下にブラマイ城があるんで、そのブラマイ城で、取っていきましょう。で、ダイヤのツルハシがないんで、どうすんのが早いかな、ダイヤのツルハシ。もう交易、畑を耕していって、交易をしていって、農民とかと、交易をしていって、ダイヤのツルハシを手に入れるか早いか、ブランチマイニングして、んで、ダイヤ手に入れて、ダイヤのツルハシ手に入れて、黒曜石、ダイヤのツルハシ作るか。で、黒曜石を削ってネザーゲートを作らんといけんのよね。そう。その辺が、まあ、当面の目標かな。コードは上にあります。そうそう、書いた。あれに。コメ欄に。その辺が当面の目標かな。じゃあちょっと俺はこのバージョン何本 1.19 かな、バージョン 1.19 のなんていうの、取れ高を目指してちょっと出かけてくるわ。取れ高があることを祈っていてくれ。 YouTube の方にアーカイブ残してるからね。毎回地味すぎることやってもちょっとあれだから、早すぎるから地味なことをやり続けるのは。で、やることない人は、今ブランチマイニング、ダイヤとか鉄とかが圧倒的に足りてないんで、まあその辺ありがたいかな。で、もしなんか、なんか建てるときとかはちょっと一応相談して、拠点周辺、場所大事だから、こうまとまりなくやっちゃうと、こうそれぞれが勝手に好きなもの建っていっちゃうと、大変になっちゃうかな。何か作るときは事前にご相談を。
っちだったっけ。参加型のね、どんな感じでやっていくかみたいなのを、もうちょっと絞る前からちょっと今人入れちゃってるから、ちょっと割と最初無難めに行きたいんよ。なんか、最近そんなに、なんか別に人来てなかったからさ、まあどうせ俺と梅桃さんくらいでずっとやるだろうな、くらいで始めちゃって。んで、まあ誰か入るんだったらまあそれはそれでええけどくらい。あ、ベッドある？ベッドないんじゃない？雷さん使ってたのゴリザワさんに渡してるから作れる？羊毛多分入ってるかな。でとりあえず今まあ、夜はすぐ絶対寝る。あ、寝れた？オッケーオッケーオッケー、よかったよかった。夜は絶対寝るっていうのと、ベッド持ち歩いてね。ベッド今日手にある。あ、よかったよかった。マングローブ的なところがないかちょっと探してくる。あ、4個作っておきました。さすが。オッケー。それでちょっとなんか砂漠的なやつがあるね。プラス方面。こっち方面はまだ行ってないよ。まだまだ4問ありますか。大丈夫。よかった。感じで参加型やっていこうかな。直樹さん地図に表示させてほしかったです。また拠点に戻ったら、持っていってください。ああ、この辺、この辺というかあれ、まあ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 、でもこの取れ高狙いは割とあれだからね。手持ちがいっぱいになったら、うわこれ地図途中で捨てんといけんくなったりするからね。手持ちがいっぱいになったら。この辺砂漠っすね。来てないよな、多分。あれ、村がある。特に探してない時ってパッと村出てくるよね。村あった。これ、そうですね。ブラマイしていきます。ありがとう。村がございましたが、どうしようかな、俺も。座標一応メモとか。1500の250くらいのが最初の村。2個目の村。マイナス500のプラス1400くらいでだいたい大丈夫かな。もう切りがいい数字でしときたい。
ここ結構使いやすそうだね。平坦だから。平坦な感じで。なんか今参加型のやり方としても考えてんのはさ、まあ、さっき原神やってる時にも話した通りなんだけど、ほんまです、うん、結構使いやすそうだな。そんなにもう整地が必要ないよね、ここだったら。ちょっとマングローブ狙い、マングローブちょっとどうにか見つけたいな。ワンチャンメッサとかあってもいいけど。いや、まあ今んとこその参加型どんな感じでやっていこうかなってまあ考えてはおるんだけどさ、やっぱりある程度自由な感じがあった方がいいんでしょうきっと。どうしたいとか、なんかやりたいこととかってある？雷さんとゴリザワさん、まあ、梅桃さんもあれだったら。なんか今回マイクラ久々にやり始めたのって、なんて言うんだろう。まあ俺前のやり方に別に不満があるわけでもないんよ。別になんか楽しくやってたんだけど、ただそれがまあメリットね。前のやり方の別に全く俺はそんなに不満はなく楽しくやってましたが、いや楽しくやってたもん。最後の辺ちょっと萎えてたけど、まあとりあえずやってましたが、デメリットとして、まあ一体感を持ってやっていきたいっていうのも口癖のように言ってたじゃん。一体感を持ってやっていきたいがゆえに、どうしても個人の自由度みたいなのは下がってはしまうじゃん。そう。だから、まあ、初見さんとかを残すことを考えるのであれば、そこの優先度を高くするんだったら、まあ、自由度がもうちょい高い方が、ま、残りやすいだろうなっていう考えはあるんだよね。私はメモしました。ああ、ありがとう。エンドラとかボスケ、ちょ待って、あのコメ欄にかける、あのあれに、ミルダムのこれね、コメント欄見てて、このなんてマイクラの画面見てない時あるんよ。で、どうやって見るんだっけ今の。ちょっとかける、ちょっと見れんのよ。え、あれ何？あ、花か。なんか人が立ってんのかと思った。花とウミガメか。なんかボス系一緒に戦いたいみたいなのが書いてあったよね。まあそれはそうするとは思う。それはそうすると思う。でもボス系倒すのに興味がない人はまあ無理に参加しなくていいよみたいな。でまあ、興味ある人はやろうぜくらいの。びっくりした。ね、人に見えんかった今。人が立ってるように見えたよな。見えたよね、やっぱり。見えたよね。そうなんや。人が立ってるように見えたんよ。びっくりしてさ、なんか そんな要素あったっけと思って。でまあ、で今ちょっと考えてるのは、まあ、さっきと原神やってる時に言ってたんだけど、ざっくりちょっと離れたところ。あの、それぞれが、まあ、ちょっと離れたところに、ある程度の面積、その人が、まあ、まあ、やっぱり迷惑かけなければ、やれる
なんていうある程度の自由がある場所を設定しといて、でその距離が結構離れてればそんなに干渉しないじゃん。でそこでまあ好きある程度好きなことはできるじゃん。で最終的に道でつないでみたいな。でただ参加型のやばいのは急に来なくなる人っておるんよ。あの人最近見ないねみたいな。でその時にその人が途中まで作ってたものとかこれ壊していいんかなとかってなるんよよく。でそうなるとめんどくさいからある程度配信に来なかった人のはもう例えば半月とか全く来なかったなーっていう人はもう多分来ないんでしょうってことで、勝手に壊したり変更したりしてもいいというのを最初にあらかじめ決めとけばまあそんなおかしなことにはなんないかなっていうふうに思いますね。ブロマイ高さ11の方が、一応鉄用でマイナス54の方がダイヤ用に考えました。そうで今まあ あれ姉さんのあれがあるの、あそうかあれダイヤンツルハシあったら俺黒曜石取れるんか本来もったいね。ダイヤンツルハシないからな。でも特にコメントを書いてない人に関しては特に意見がないっていうことで考えとくね。別にどっちでもっていう人もいるだろうかな。ブロックでゾンビやクリーパー作りたいなと思って。ブロックでゾンビやクリーパー、サンノワールドで神崎さんがやってたようなやつか。なるほど、まあそれはいいけど、じゃなんかそういうのをさ作りたいと思った時もさ、なんか距離が近いとその例えばテイストを絞ってなんか作ってる時に急に全く違うテイストのものが入ってきたりしたらさ、なんか一体感じゃないわ、なんてまとまりがなくなっちゃうじゃん。だからある程度それも踏まえて、あ8号ある程度距離を取ってやってれば、そもそもなんかそのなんていうその範囲の中だったら別に何いちいちこう細かい確認を取らなくて済むじゃん。で楽じゃん。だからいいかなと思って、そうなんですよね。ダイヤあればコア配したポータル国有席取ります。あそういやさっきそういえば俺さっきそう行こうと思って夜だって忘れとった。雨か。それだと協調セバイルドみたいに一人一村みたいな感じですか。まあ村じゃなくってもいいと思う。まあ村でもいいけど。村だったら多分あれだろうね。大変だと思う。初見さんとかも含むから、協調セバイルドの場合、その権限を持ってる人、だけで外の世界やってたじゃん。だから村でできたけど、村だと多分初めて入ってきた人に割り当てらんないじゃん。島多いので島一島とかですね。それをその長い目で見たら島じゃないところが出てくる可能性もあるじゃん。だからある程度のその汎用性を持たせて、もう今後も対応できるような考え方で一応ある程度まとめて決めておきたいなみたいなのがあるかな。まあ特に意見がない人に関してはあれだけど、あれこれまた村見つけた？村だなこれ。
そっか、そう。今たまたま島がね、島ばっかりだけど。あ、これゾンビ村じゃない？あ、いや、普通の村か。探してないとき、マジで普通に出てくるな、村。なんか村人少ない気がするんだけど。中に入ってんのか。あ、なんかちゃんとなんか動物育てられてる。もう初日全然見つからなかったのにね。村はもういいんだけどな。とりあえずマングローブを発見できたらいいんだけど、ちょっとこれ海出てるから、もし夜になって近くに島がない場合ちょっと遅れるかもしれん。そうなったらごめんね。雨だから今がどれくらいの暗さなんかよくわからん。でもなんか島みたいなパターン多いね、本当に。マングローブないっすかね。どっちかというとゾンビ村欲しかった、いいとこ欲しいので。あー、確かに。変わったバイオームないかな。なんか似たようなとこばっかりなんだよな。もうこれあれよね、帰ること考えとかんとやばいよね。ある程度のところでメサとか急に見つからんから、ムーシュルーム島とか。砂漠でも島だね、やっぱ。あ、でも割とこれ帰ってる方面だね。ざっくり引き返してる方面だわ。何もない。ある程度の自由を残しながら、でその上でこう不快にならずにやっていける方法めんどくせえなとかってならないようにやっていきたいんだけど。で、まあ、人のものを取るとかさ、なんかそういうやつは論外でさ、なんて言うんだろう、その基本的な考え方がこう違う、その価値観の違いみたいな部分をできるだけなくしておきたいんだよね。それでなんかどうにか、その上でどうにかやっていけたらいいんだけど。私も入ってみようか。
あとボートで移動してたらお腹が空かないのか。走ってるとすぐお腹空くよねこれ。またすぐ海に出るんだよな。あ、また無駄だ。え、これさっきのじゃないよね。あ、さっきのかな。マイナス500の1400。あ、さっきのだ多分これ。何も考えてないのに同じとこに帰ってきたわ。これさっきのだ。何も適当に走ってたら同じ村に戻ってきた。マイナス2個目の村だね。1400だから合ってるな。いいですね。島なんで地図作るのに私はボート作らないと。うん、ボートまあ割と便利っちゃ便利なのかもしれない。マングローブないかな。ないかな。でもやっぱマングローブ探すんだったらあれかな、水辺ではあるから、やっぱボートで移動しながら探す方が効率いいのかな。あ、かぼちゃってある？持って帰ろうか。あ、これ夜だな。ない？持って帰るわ。寝てよ。OK。まあ、遅かったけど、割とでもあれだね。割と寝るね。寝ろよっつってんのに、全然寝ないやつとかいるからな。とりあえず持って帰るわ。そのなんかそういうストレスはちょっとやっぱり避けたいよね。なんかもう寝るで統一するか寝ないで統一するかどっちにするっていう極端なことを聞いたことがあるよな。寝ないで統一したら、寝ないで統一したことがあるよね。1のワールドね。ただ、ファントムって言うんだっけ？あいつが、あいつがずーっと出てくるんだよね。寝ないで統一した場合。逆に危ないっていう。マイクラも変わったよな、そうやって考えると。ファントムとかも当分見てないけど。でもまあ最低限寝ようぜっつって、寝るだけだからな。寝れない人とは多分遅かれ早かれ一緒にやれないよね、多分ね。結構出る。なんか、そういう時に人間性が出る。結構あるね、あれ。でもこれがある時用に、金のあれを持って帰れないからさ、石のつるはしでは。
おお、装備が。チェストももらって帰るか。いや、これちょっとあれだな、ダイヤのツルハシをちょっと早く手に入れないといけない。いや、あれとかも取りたいのに。たちまち装備しとこうか。これ金装備、金尽くしにしとこう。爆発耐性、耐久さんの方がいいかな。これ持って帰るわ。洞窟に当たってしまいました。お、洞窟、あ、イカスミがある。ドラウンド、ドラウンドってイカ倒すんだっけ。洞窟か。なんか 広くなってる。広いか。それ洞窟だったらある程度の広さあるか。広い。なんか洞窟の種類もいろいろね、できてるらしいから、また見てみたいな。ワンチャン そこに古代都市みたいなのあったらいいね。なかなか見当たらないらしいけどな、あれ。買いますか。湧き潰ししながら探検してください。ハンモした洞窟かな。ハンモ、洞窟いいよ、行って。期待大です。マングローブないかな。探してる時ってないよね。なんか死なないように気をつけていってくださいね。マングローブ的なのないかな。本当なんか同じようなとこばっかりだわ。なんかジャングルは、ん？前々回かな、前回か前々回か見つけたけどね。クリーパーいたので、もしかしたら爆破しちゃうかもしれません。ちょっとリップ上がるか。ガスミも獲得しとこう。
今拾った？ボート拾ったね。ないかな。松明たくさん持っていけばよかったね。松明ね。サトウキビは拠点あるもんな。ございませんね。また同じ方向行ってるかな。マイナス500の方だったから、サトウキビはかなり増えました。あれさっきの村やな。え？あれさっきの村かな？いや。いや、違うかもしれない。1400だか。違うよね、これ多分。あ、別だと思う。別だと思うけど、あ、違うよね。多分。え ?1300 の2200。え、違うよな。と、マイナス500の1400だから。違うな。4個目の村。マイナス200の1900、あ、夜だ。マイナス200の1900、別ですね。うん。2個目の村とこの4個目の村は割と近いよ。2個目の村がざっくりマイナス500のプラス1400とかだから、で4個目の方がマイナス200のプラス1900だから、まあ村を見つけたという意味では成果は少しだけあったと言えるか。ただまあマングローブよな。大事なのは近いですね。同じ大陸にありますね。うん、なかなか近いぞ。なんか特殊な大陸を見つけたい。プラス方面に行ってるから、さっきとはまたちょっと違う方面に行ってるね。プラスプラスだから多分あんまり来てない、来てなさそうな方向かな、これ。ん？あれ、羊かな？なんか奥に黄色いものが、蜂の巣か。蜂の巣ってどうやって取んの？
シルクタッチ。頭皮。何回か蜂の巣見かけてはおるんだけどね。あ、これは？え、これあれじゃない？ここ湿地帯じゃない？湿地帯だよね、これシルクタッチだと思います。マングローブって湿地帯にある斧です。斧のシルクタッチ。マングローブと湿地帯ってイコールではないの？湿地帯。よくわからないです。俺今湿地帯にマングローブがあるって思い込んでたけど、なさそうだな。イコールではないのかな。またよくわかってますね。よくわからんよな。お、これ来たと思ったけど、少なくともなさそうだな。なんか特殊な木があるんだよね、マングローブにはね。イコールではないのか。あ、カエル、カエルだ。あれ、カエルってどうやって捕まえんの？カエルはいた。気持ち悪い。気持ち悪い。カエルはいた。なんか場所によってカエルの色が違うんだよね。カエルはいます、じゃあまあメモっとけばカエルは取りに来れるか。湿地帯。まあ400の1900くらいか。ロープにつなぐボートに乗るかな。ロープないや。スライム食べた時にランプの元を吐き出します。まあ、これでまあとりあえずカエルはいつでもゲットできるようにはなったか。まあ少し進展だな。あのランプ作ってみたいよね。まあ、この辺はでもこんなもんかな。湿地帯とイコールだと思ってた。湿地帯になんかあの木があって、それがマングローブみたいなことかと思い込んでた。そういうことでもないんだね。じゃあまあちょっと探すか。ああ、でも湿地帯はあったな。あれ、この辺は、この辺も大規模な湿地帯だぞ。木が何もないけど、あるか。普通だよね、普通だよね。ちょっと待って、この辺、なんかこんなめっちゃ海っぽいのに、何もないな。ただただバイオームだけ湿地帯なんだろうな。鉄45個集まりました。すご。
湿地だからスライム湧くんやないかな。確かに4個目の村から200ほどしか離れてないので拠点にいいかも。4個目の村がってこと。確かに4個目の村、4個目の村、しかも2個目の村と4個目の村も近いしね、いろいろ便利っぽいね。あ、村ある。え、村、え、これさっきのかな。え、違うよね。湿地帯のすぐの村があるよ。700の2200だから、これは初だね。5個目の村、700の2300。から湿地にアタックする湿地にアタックする。境界まである。うわ、え、あんな上のところまで、さらに奥まで、あんなとこまである。境界がある村なんだな。こっちに戻ってる。600、1900。ちょっとこれ戻ってんな。戻り方面に行きよるな。これ今の村よな。これ今の村よね。700、2300だ。これ今の村だね。村ラッシュですね。自分の装備など優先して作ってね。ああ、自分で得たあれはいいと思うよ。鉄でなんか装備作ったの、作ったりして。なんかあるかな。3時間半か。平原、また洞窟とかもまた探したりアタックしたりしていかんとね。あ、寝てよ。あれか、洞窟におるから夜わかんないかな。夜になったよ。そう、まあまあ洞窟の中で夜がわかんないのはある程度しょうがない。まあ事前に洞窟行くって聞いとるからな。目印みたいになってる。その村の地下のどこかに要塞多分ありますよ。その村の、あ、さっきの、そうなの、なんか合図が出てた あ、じゃあさっきいくつか見つけたからその可能性が結構あるってこと。
スライム出てきました。5個の村のどれかにです。あ、そういうことね。あると面白いね。なるほどね。まあ、まあ、こんだけ見つけたっけ、まあ、その中に1個くらいあるんじゃねってやつだな。結構海から分かる場所にあるもんだね、村も。これでも帰るのだるいぞこの町。あれ、これはさっきの村じゃないよね。1300はないよね。これまた別の村でしょ。どんだけ村あんだよ。6個目の村。1300の2400。あるね、村が。すごい。探してないとき、ほんといくらでも出てくるな。マジで村探してるとき、1時間くらい探したのにね。それ以外のバイオームは全く。まだほぼ来てないところにまで来てるから、何が出てきてもおかしくはない。なんか水の色がおかしいな。ないかな。てか海底神殿とか全然出てこんな。こんだけ走ってもあっても良さそうなもんだけどな。1個くらい。とかね、あとなんかサンゴがあるところとか。メサとか見つかれば熱いんだけどな。行き止まりか。この陸を移動するのがちょっと若干めんどくせえな。山を行くのが、山は大変なんじゃ。いや険しいなあここ。暖かい海ですね。そうそう、なんか見つけたいですね。いやー険しい。
今回かなりの収穫ですね。うん、村関係はな、山ばっかりじゃん。なんもないな。なんもないし、山にとりあえず用がないんだよな。山に用事がないっすね。変なところで終わりそうだな。もう30分切ってんのか。ボートで移動するとお腹減らないのがいいね。陸で移動してたら遅い上に食料が膨大な数いるで。一旦海に出たいな。逃避ばっかり。意外なことでした。普段メタンボートに乗らないので知りませんでしたね。お、氷の氷地帯来たぞ。氷取り放題だ。氷に、3000の2600くらいか。ディスコードはまた専用の作っとくわ。メサとか見つかったら暑いんだけどな。夜になるね。了解です。で、俺もというか、この今日の座標も今日は撮ってるけど、ジャングルとか行った時の俺撮ってないからな。寝てよ。
あとはメサくらいとりあえず見つかって、あとメサ、ムーシュルームとその辺見つかってくれるといいんですが、あれは人工物じゃないよね。あっこだけ白いけど、あれ人工物じゃないね。たまたまよね。一応見とこうか。たまたまだよね、これ。ここだけこんなんなってんね。なんでもないんですよ。なんでもないよな。ここだけこんなんなってるから。ジャングルとか、整理して帰っておきたいです。ありがとう。砂漠？なんか変な感じだったね。あれ、本当だ。え、なんでわかった？砂漠に雪が積もってる。珍しい。砂漠に雪が積もってますね。全然ダイヤ見つかりませんね。雪かな。さっきのね、砂漠に雪が積もってる。異常気象じゃ。あ、死んだわ。ただいま。嘘やろ。瞬時に帰ってこれたけど。かぼちゃ持ってたのに。あら。あー、めんどくせー。あ、ベッドがない。ベッド、これ一個持っていっていいじゃん。これでしょうか。びっくり。砂漠、これが怖いんです。いや、あれやっぱ、エリトラとか持ってなくてよかった。あぶねえ。普通に死んだ。そんな貴重なもん持ってないよね。とりあえず、あれか。とりあえず、持っていっていいです。うん、とりあえず、なんだっけ、戻ってこれたわ。またかぼちゃはまた探しとくわ。あ、食料がな、食料割となくなっちゃった。かぼちゃまだ見つかります。うん、やらかした。あ、ボート作らんときゃ。ボートで作って、何個かあっこ置いとくね。なんかよく俺が出かけるところに。
で、まあ、誰でも使ってくれ。もう一個くらい作っとこうか。なんか島が多いからさ、なんかサンダルで出かける感じで気軽に使えるボートがあったらいいかな。全身鉄鎧作って、あとで、21個です。了解。ボートはとりあえず置いて、あボートこの辺置いとくね。あ、もう一個置いとく。これ使っていいやつね。予定ないなら直筆にあげてください。当別ちゃんとしないといけません。まあ大体大丈夫よ死んだやつが言うことじゃないけど。俺はいいんだけど、あのあれがダイヤー、あーちょっとあれ、農民を見つけて農作物交易を開始するか。あと15分だから農作物持っていくわ。使わせていただきます。うん、農作物を持っていくね。貿易でダイヤのやつをできるようになれば、まあ、人参とじゃがいもはとりあえずもう全部あれでしょうか、植えるか。
早っ。あと13分じゃ。育ってるやつだけ取ろうか。牛邪魔。ちょっと収穫のことを考えて連続で収穫できるんですか。オッケー。じゃあちょっとこれは やってくるね。すだちみつさんこんばんは。綺麗な畑です。なんかやってくれてんね。昨日言ってた通り、一応こっち側の、あれこれ、中身空洞かな？これちょっと畑、こういうとこにやるんだって、こう中にさ、ドラウンドとかわからないんだっけ？これ中空洞なんだね。いや、俺昨日言ったと思うんだけど、このこういうところの下まで、もしこういうところに作るんだったら、下までちゃんとやってほしいわけなんよ。綺麗にやってこう。この側の話じゃなくって、こう中に湧いたら意味ないっていうことで、いや、ちょっと伝わりきってなかったかな。昨日言った通りではあるんだけど、そう、あの各自がなんかこう適当にやっちゃうと、もう誰がこれやったんってなるから、後からなんかどっかから変な音が聞こえるなーっつって、あそこかよっつって、埋めろよってなるから、あとで。今日なんていうんだっけ、今日方式、埋め立て方式。そうで、この参加型って各自が適当なことやりだしたらマジ収集つかんくなるから、じゃあ事前に言ったんよ昨日ね。この余計も当たります。そう、事前に、なんでそう言ってたかというのもそういうことなんよ。そんなやつと集まっても楽しくないじゃん。でもなんかその防げることはもうあらかじめ防いでおきたいわけないよ。めんどくさいじゃん。でじゃけ、そのなんていうんかな、もともとその海のところに作る必要があったんかどうなんかっていうところもあるじゃん。
でじゃあけそこを言いたくなかったから、じゃあ埋めとってねって済ましとったわけだから。難しいよな、酸化型って。ほんまに、うん、何もだっけ、1500の250。酸化型はどうやったら正解なんだろうな。ここ直線でいいんだっけ。多分これで、うん、こっち方面かな。こっちでまっすぐで着くかな。あった、わかった。海沿いに行こう、あ、違う、陸沿いに行こうとしてたからたどり着かなかったんだ。早速農民がおる。あ、そっか小麦と交換してくれるとは限らんのか。そういえば、おやおや、お、あいつはまた別の。これ別のやつよね。いけるとは限んないのか。ゴリザーさんお疲れ様。これ放送聞こえてたよね。大丈夫ね。埋めといてね、あそこは。まあ、もし今度来ることがあれば。下部分。交換できる農民いないのかな。で、ここは人参か。普通に交易できる農民がいないっぽいな。ビートルートじゃないといけんのよ。あれがいるからニートが何人かいたよね、確か。でコンポスターを作ればいいのか。どこだっけ、どこで作るんだっけ。さっきのビートルートなんかないしな。コンポスターないかな。どうやって作るんだ。聞こえる前に落ちたのかな。
なんかこのアリカバリコンパスかな、なんか返事を全然ゴリザワさんはしてくれんのよな。ちょっとあまりにも返事をしてくれないのが続くようであればちょっとストレスになっちゃうから、ちょっとそれ言わねえけん。全く返事しない人っておるよね。ちょっとそれずっとその感じ、最初はまあなんかちょっとあれだけどさ、ずっとその感じだったらちょっと関われんわ。コミュニケーションが最低限取れるとやっぱちょっと難しいな。だからちょっと今回はさ、割となんかこうちょっと譲り目で行こうとしてはおるけど、だんだんとこうもうすでにこうモヤモヤしてきよる。やっぱ自分の性格に合ってない気がする。ちょっと参加型の初見さんが来ることと残ることを第一に考えてやっていこうとはしてみてはおるけど、ちょっと長続きせんような気がしてきとる。なんか無理がある気がする。なんかすでになんかモヤモヤするんだけど。モヤモヤするんだが、挨拶がないのは問題外ですね。うん、なんかはい、わかりましたって言ってくれりゃね、それでいいんだけど、何回これ多分問いかけてるのに対して全てにおいて返事がないから、ちょっとストレスになってくるな。まあ、直接まあもし次入るってなった時に直接言おう。はい、いいえくらいは。うん、ちょっと長い目で見るとやっぱ関われないんだよね、そうなってくると。やっぱできるだけなんかこう今回は関われるようにと思って、ちょっと前までの自分のやり方だったらちょっとないわーとも言っとるくらいだけど、まあね。で、ミルダムがまだ本番ではないからな。 YouTube だったら多分もっとキッズみたいな人が来ると思うからさ、それまでになんかやり方をちょっと整えとかんといけんなと思うんだけど、時に挨拶されたんですけどね、途中でチャットがなかったですね。そうそうで、多分なんか他のところとかだったらそれで OK なところが多いのかな。なんかやっぱりこうマイクラの参加型をやってて思うけど、まあ、細かいことだからさ、やっぱ言うのためらうっていうのはすごいわかるんやな。なんかわかるけど、やっぱり気持ちよくやっていかれないよね。なんか多分その返事してない人からすると些細なことだと思うよ。それくらいっていう、それたったそれくらいのことっていうだと思うんだけど、積み上がっていくからね。あの隣人トラブルと一緒よ。隣人トラブル、あの騒音、隣の家のピアノの音がっていう。ちょっとだけ隣の家のでも争い事にするのもなみたいな、ピアノの音がちょっとだけ絞ってくれればっていう。でそれか、それがだなんかこうこじれていって、あれなんだっけ、こじれていって大事になるんだっけ。隣人トラブルと一緒。
配信見ながらしてほしいですね。うち、ん、は返事ない時点で鉄意制裁です。なおきさんと全く同意見。娘さんピアノお上手ですね。ちょっと最初は遠回しに言ってみるよな。いや、なんかやっぱこの小さいことの積み重ねないよな。なんか一回一回をさ、まあ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 みたいな感じでなるけど、なんかたまたまの時もあるかもしんないなって思うけどね、思うからね。でも経験上あんまりたまたまっていうことないね。おやおやって思った時にあんまりたまたまってことが実はやっぱりないんだなと思う。ただなんかなんて言うんだろう、悪気もそんなにあるとも思わないんだよ。思わないから言ったら分かってくれるかなくらいで思ってたんだけど、ちょっと分からんくなってきたね。言って分かってくれたらそれでいいんだけどな。別になんか怒ってるわけでもないし、まだまだまだね、まだ大丈夫、まだ怒ってない。分かりすぎてつらい。名曲が一つ出来上がりそうです。ほんまなんかこうだんだんとこう積み重ねないよな、ほんと。で結局なんかもう参加型じゃなくて一人とか常連さんだけでやったらさ、快適にないんよ。もうそれを知っちゃってるからさ。でもでもやっぱりでもなんかねえ、その参加型もちょっとまた違った楽しさがあるわけで、なんかそれはまあ自分もまあ楽しめればいいなと思うし、その求めてくれてる人が楽しんでくれたらいいなとも思うんだけど、まあ、マナーを守ってね、でやっていけるのが一番いいよな。そんなに多くは求めてないんだけどな、特に今回の場合現状。言えばわかると思ってた、悪気なんてなかったんだよね的な。そう、会いたくて会いたくて震える的な。いや難しいですね、そうなんやな。まだちょっとよくわかんないな。なんかその表面だけ埋めましたよ感出してたのがまたちょっとんってなって、見て見ぬフリーもね。お、なんかワクテカしとる、村人がワクテカしとるわ。あ、そう、ここの村木がないんだよね。そういや農民作らんとこれでも話にならんわ。で今日の収穫としては、2,3,4,5,6 個目の村までを見つけたのと、湿地帯を見つけたのと、氷がある場所を見つけたというのが今回の収穫かな。直樹さんがおっしゃっていることはマイクラに限らず社会でも言えることなので、そこはブリーダースには最適なゲーム。そうなんやな。ね、全然難しいこと言ってるつもりはないんだけどね。でしかもそのなんか言って分かってくれれば OK っていう、感じではあるからさ、最初にこの認識の違いとかね、価値観の違いみたいなのがあるのはある程度しょうがないかなと思ってるから、ただここはこういう感じでやってるんでっていうのをこうスルーされるのはちょっと辛いな。でまあ次もし来て、でまあ基本的には直接言うから、なんだろう、次来てで返事がなかったら、とりあえず招待コード制でやってるのはメリットだよね。そこは返事しないのに招待コード出すわけねえだろうっていう。で
勝手に、入ってきたとしてもビジターでは何もできんから、まあ、その感じでやっとけば間違いないでしょう。まあ、最終的には返事しない人は入れないという感じになります。わざわざ言わん、そんなことから言わんといけんことがもうめんどくさいんだけどね、正直。そんなことから言わんといけんのっていうのはまあ思うから、あんまりなんかこうね、なんだろう、口うるさく言いたくないんだけど。ではまあ、あれしましょうか。だけどまあちょっと返事ができない人はちょっと関われんな。だけどもう次返事なかったらちょっと関われないわ、っていうかな。でまあ何にしても、本人がいないところでね、ぐち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 言うのも、なんていうの、性格に合わないから。でも今いないからしょうがないね。言ってる時に言ったのに返事がなかったからしょうがないね。じゃけまあ、もしまた聞いてくれることがあれば、その時直接言う。で、その時に返事がなかったらもうそれは知らない。関われない。で、まあ、返事が、で、コミュニケーション取れないとやっぱマイクラできんからさ、ちょっとそこは大事にしよう。元を正せば、そうそう、本人おる時に言ったんだけどね。そうなんよ。その延長線上だから、ちょっとじゃあデータ取って終わろっか。42908。できればもう快適に関わりたいんだけどね。誰に対してもそうなんだけど。あ、でも3時間目でデータ取ってね、なかったっけ？え？あ、そうか。今、ぶっ続けで2時間やってたのか。1時間の間隔だったわ。やば。そうか、マイクラ2時間やってんだもんな。びっくりした。42400くらいかな。3時間目545の4時間目508かな。くらいです。ノラ・レルムミン、かっこエペフ。マイクラ怖い。ほんと時間忘れちゃう。そうなんや。なんかもう、快適にできりゃ何でもいいんだけどね、ほんと。27710。まあでも、初見さんとか入れ出すと、まあいろいろあるから、まあ、リハビリも兼ねて、やっていこう。昇格はプラス15000、降格はプラス32000というわけで終わろうかなと思っております。あ、ちょっとあれ、権限やっとかねえけ。雷さんも終わりますぜ。これもう追い出すね。あ、ちょ、ごめん、あれ、雷さん、あれ、権限大丈夫だった？ビジターになってたけど。亀井さん、でも、ほでた、ブラマイできてたもんね。だから大丈夫なんだよね。まあ、とりあえず、削除って、削除って、招待コード変えて、OK。あ、大丈夫だった？よかったよかった。まあ、ほでんかったら言うか、さすがに。じゃあまあ、終わろうかなと思います。了解。まあそうだね、まあ、とりあえず原神やって、まああとはマイクラやったりエペやったりぐらいの感じかなと思います。雷さんお疲れ様、プチ梅桃さんお疲れ様、梅桃さんお疲れ様、夢未来さんお疲れ様、すだちみさんお疲れ様。では終わります。あ、梅桃さんお疲れ様。
おやすみなさい。ありがとう。